メルカリで海外にも売れますよ。メルカリはどうしても中古品というイメージがあるから出品はしないという人もいると思います。そんなメルカリですが、先日海外販売の方法が増えたとの発表がありました。これまでも対応はしていたんですが、今回はメルカリを見れない国の地域の人にも見てもらえるということなんですが、一体今までと何が違うんでしょうか。調べてみると。それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。クリエイターの香川です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はちょっと遅れてしまってすいません。それでは早速いつものお品書き。メルカリの一強 EC がまた拡充。これまでも海外販売はできていた。ハンドメイド作家におすすめのメルカリ出品形態です。はい、それでは早速こちらの記事です。ファッションスナップの2月9日の記事です。メルカリが越境 EC 事業を4社と業務提携。他サイトでもメルカリ上の商品が購入可能にということですね。はい、その4社というのはですね、ネオ京、ワンマップバイフロムジャパン、どうぞ、ゼンマーケットという4つのウェブサイトで、メルカリに出品しているあなたの商品がもうそのまま表示されるんですよ。これどういうことかと言いますと、これまで海外販売がどのような形でできていたのかをまずはご紹介しましょう。それがこちらの記事です。2019年11月15日公式サイトより、メルカリの商品が世界100カ国以上のお客様にも売れるようになりましたという公式情報です。私の過去配信でも紹介したことがありますバイイーなどですね、メルカリのサイトに来た外国に住んでいるお客様、その画面にですね、バイイーという買い付け代行業者のこうボタンがですね、表示されるんですね。バイイーですとか転送といった、そういった買い付け中間業者のサイトにログインした状態で海外からメルカリを見ると、そのボタンがプラスして表示されるんですよ。で、そこのボタンを持ってこう購入とかしますと、画面上はメルカリの画面で買えるんですが、出品者の元にはそのバイイーなどからこう買い付けのメールが来るんですよ。そして発送自体はそのバイイーの日本の会社に送ると発送代行などをしてくれるんですね。ですから、メルカリに売っていて日本にいるその企業に売ったという感覚で対応ができて非常にこう楽なんですよね。こちらとしてはその海外のどこの地域に送るですとか、海外配送をどういうふうにやったらいいかなどを考えなくても済むので、非常に楽です。ですので昨今ですね、海外販売非常に増えているとメルカリも公式に言っています。で、今回の4つのサイトへの掲載なんですが、これもう本当に完全に掲載なんですよ。転載なんですね。国によってはですね、メルカリが見れない地域というのもやっぱりあるんですよ。こうインターネットが制限されていて、特定の国のホームページは見れないとかね、そういった国がありますので、そういった国に向けてもいよいよね、販売できるようになったということになります。細かな仕組みまでは公開されていないんですが、おそらく自動的に商品が転載されるという形になります。ですからお客様の側は、例えばゼンマーケットというサイトにアカウントを作ってログインをして、ゼンマーケットというところで単純に普通に買い物をすれば、実はその中に商品にメルカリが含まれているという感じになります。では早速一次ソース当たってみましょう。ゼンマーケットを見てみます。そうするとですね、実はもうメルカリだけではなくて、ヤフーショッピング、ラクマ、楽天市場、ヤフオクという国内の大手のプラットフォームが実はかなり提携してるんですね。ですからそこにメルカリもついに入ったということなんですよ。で、確かに見てみますと、いかにも個人が出品したような、中古品とおぼしきものやハンドメイド作品などがたくさん掲載されています。そしてその出品者も何かこう日本のアカウントのような身近に感じられる名前のついたアカウントがたくさんあるので、おそらくこれ自動連携だと思います。そしてメルカリの方の一次ソースも見てみました。ただメルカリの出品画面のところに何か新たな設定で海外配送を OK にするチェックとかですね、そういうメニューがあるわけではないんですよ。ですので多分これも自動的に強制的に多分表示される感じだとは思います。
データが海外のサイトに反映するまでに多分時間的な時間差があるんですよね。確認をしてみましたが、メルカリに出品しているものとやっぱり海外のそのサイトに表示しているものと差がありましたので、このあたりはやっぱりちょっと自動連携するまでは時間差があるんだなという感じです。もちろんこの全マーケットですとかどうぞですとか他のサイトで売れた時も今まで同様、発送するのは日本のその会社に発送すれば OK です。そして海外の発送の送料などの計算もそこでやってくれますので、販売する側は全く意識をすることなく海外に越境 EC することができますので安心です。さて、メルカリで販売をしたい、メルカリで海外販売気になるけど、ちょっとメルカリはブランド的に中古品っていうのがあるから、どうしようかな、迷ってる人も多いと思います。そんなあなたにはこちら、メルカリショップスを出して、そちらはアウトレットというようなお店の雰囲気にしてみてはいかがでしょうか。メルカリというのはメルペイってポイントがあるじゃないですか。で、メルペイポイントを持ってる人だと、こうなんか斜線がついて、値段のところに斜線がついて、いくらにもう買えちゃいますよ、みたいなことが常に表示されるじゃないですか。ですから、どんなに綺麗なサイトを作っても、なんかね、値引きしてる感がすごい出ちゃうんですよね。ですから、そういうのが、やっぱりどうしても抵抗があるという方は、もうそもそもメルカリに出品しているものは、アウトレット商品ですよ、というような体で出品するのがいいかな、というふうに思います。もちろん実際検索してみますと、メルカリ、クリーマ、ミンネ、3つで普通に同じように販売しているハンドメイド作家さんも結構いました。例えばこちらのリー・ネイルさんという方なんですが、展示してる写真もほぼほぼ同じで、もうデザインも全く変えていない感じでした。ですので気になる方は、そういうふうにアウトレットという形で、ちょっとミンネ、クリーマ出品してるものと違うものをね、出品しつつ、一方でそういうところが面倒だなという方は、もう全く同じ写真を掲載して、本当にもう何事もないかのようにそれぞれの3つのお店で出すという風にすれば全く問題ないかと思います。いやー、メルカリ本当にね、着々とこうプラットフォームとしてはいろんな機能を充実させてきますね。今後も何か最新情報があればご紹介していきます。というわけでアフタートークです。いやー、すいませんでした。今日はちょっと配信が遅れてしまいましたね。ちょうどですね、私収録毎日配信してますので夜収録するんですが、ちょうどその夜収録するタイミングがですね、家族が寝る時間に当たってしまうことが非常に多くてですね、でそうするとですね、やっぱり睡眠を妨げてしまうということで、昨日はですね、いつもの時間とは遅れて収録をさせていただいてます。すいませんでした。いやー、でもメルカリの公式情報によりますと、海外販売は 1.4 倍に増えているということですから、いや本当すごいですよね。で、ただですね、やっぱり海外販売、じゃあ何でもかんでも売れるかというと、やっぱり傾向はあるんですよね。例えば高級ブランド品は香港、中国、マレーシアなどで売れる。それから日本のおもちゃ、まあアニメとか漫画とか人気ですからね、はフランス、イギリスなどでよく売れる。それからあとこうアイドルとかのファングッズは台湾、タイなどで売れる。アメリカですと、こう、キャラクターグッズが売れるなどですね。まあ、やっぱりこう、いかにも日本、まあ、日本をイメージするといったような商品が売れる。まあ、そんな傾向は、やっぱりあるそうです。一次ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、カグアが毎日、クリエイターエコノミーに関することを、ブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。毎日の収録配信と週に1回の無料のニュースレター、2つの媒体で情報を発信していますので、よかったらフォロー登録よろしくお願いします。そういえばプリキュアの全290曲だったかな、がついにサブスク来ましたね。ハートキャッチとかですね、結構テンション上がるサウンドトラックなどもあるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。というわけで素敵な週末をお過ごしください。いってらっしゃい。